皆さんこんにちは。私は埼玉県ロボティクスネットワークのマスコットロボです。こんにちは。ロボット大好き、埼玉県出身声優の渡辺理恵です。みんなからはリエゾーと呼ばれています。リエゾーさんはロボットコンテストの司会なんかもしているんですよね。そうなんです。だから今時のロボットにもちょっとだけ詳しいんですよ。それは頼もしい。それでは早速、埼玉県がロボットを開発する企業を支援するために整備を進めている仮称埼玉ロボティクスセンターについて紹介していきましょう。はい。埼玉ロボティクスセンターには大きく分けて2つの施設が整備されます。屋外の実証フィールドであるロボット開発支援フィールドと、開発の拠点施設になる建物のロボット開発イノベーションセンターです。ロボットをテストする広い場所と、ロボットの研究や企業の交流の拠点となる建物ということですかね。そうなんです、リエゾーさん。今配送ロボットやドローン、次世代モビリティなど様々な社会課題を解決するためのロボットが研究開発され、一部はすでに実用化されているって知っていますよね。もちろんです。ロボットの実証実験についてニュースで聞いたりしますし、レストランで配膳ロボットや受付のロボットなどを見たりすることもあります。このような人の日常に入り込んで生活や仕事を支援してくれるロボットをサービスロボットと言うんですよ。市場規模が年々拡大していて、開発に参入する企業や研究者が増えており、実用化に向けてテストをする場所が求められているんです。埼玉ロボティクスセンターはこうしたサービスロボットの実証実験や研究開発を行える施設です。ロボットを作っている方は自分たちの限られた施設で研究を行ったり、実証実験のために公道を走らせる許可を取ったりとか苦労されていると聞きますね。屋外のロボット開発支援フィールド。ロボットには様々な用途、種類、形があり、必要なテストも様々なので、多くの分野の実証実験に対応できるように3つのフィールドを計画しています。模擬市街地フィールドは、条件の異なる車道や歩道、信号機付き交差点などが再現されています。自動運転の配送ロボットや次世代モビリティの走行実験、電動車椅子などのテストができるんですよ。これなら思う存分道路を使ってテストできますね。歩道に障害物を置いたり、段差を設けたり、細かい設定もできそうです。次は多目的フィールドです。ここでは建設や農業用のロボットのテストを想定して、林や畑、起伏のある地面など多様なフィールドが整備されます。例えば自動制御のトラクターや収穫ロボットの実験が考えられますね。ドローンを用いた測量や画像分析、農薬散布などもテストできます。かっこいい。建設機械やトラクターが無人で動いてるんですね。こういう分野にもロボットの技術が活用されてるんですね。最後はネット付きドローン飛行場です。これは私わかりますよ。ドローンがどこかに飛んでしまわないようにネットを張ってるんですよね。そうですね。最近のドローンは高度化していて、自動制御のドローン開発が進められています。ネットで囲んでいると、自立飛行が安定しない開発初期でも安心してテストを行うことができますし、航空法の規制を受けずに様々な実験が可能です。なるほど。実験が安全にできるだけでなく、実験がしやすい工夫もされてるんですね。屋内施設のロボット開発イノベーションセンター、研究の拠点施設として屋内の実験フィールドのほか、レンタルラボやコワーキングスペースなどが整備されます。施設内の廊下や階段、エレベーターなども実験に使えるよう工夫されているんです。支援コーディネーターさんに技術的な相談などもできます。いろいろな支援のメニューがあるんですね。また埼玉ロボティクスセンターはオープンイノベーションを基本方針としています。オープンイノベーション、簡単そうで難しい言葉ですね。そうですね。企業や組織を超えて技術やアイデアを出し合い、
革新的な製品やサービスなどを生み出す。これがオープンイノベーションです。ロボット開発にはさまざまな技術やアイデアが必要なので、とても重要な考え方です。ロボット開発イノベーションセンターは、異業種異分野の人々が交流し、オープンイノベーションを促進する場所です。ロボット分野に挑戦するベンチャー企業や地域の企業も参加できるといいですよね。そうですね。オープンイノベーションを推進するため、埼玉県ロボティクスネットワーク、略称埼玉ロボネットという会員組織も立ち上がっています。さて、期待が膨らむこのセンターですが、どこにいつできるんでしょうか。埼玉ロボティクスセンターは埼玉県鶴ヶ島市に建設されます。自動車でのアクセスは圏央道の圏央鶴ヶ島インターのそば。首都圏各地から便利な立地で、東京都心から 45km 圏です。鉄道での主なアクセスは東武東上線鶴ヶ島駅からです。テスト用にロボットや機材を運ぶのも大変ですもんね。道路アクセスがいいのはいいですね。令和8年度中の開始を目指して整備を進めていて、完成すれば首都圏に例のない規模の公設のロボット開発支援施設になります。どうでした、リエゾーさん。埼玉ロボティクスセンターをご理解いただけましたか。はい、ロボットを開発する施設ということで、なんだか秘密基地みたいでワクワクします。これはロボット好きとしてぜひ完成した姿を見たいですね。オープンイノベーションによって社会的課題の解決と経済発展の両立を目指せるサービスロボットが埼玉ロボティクスセンターでたくさん開発されていくことに期待したいです。この動画をご覧いただいている皆さんも、ぜひ参加や応援をしてください。はい、私も応援します。センターから生まれた埼玉県初のロボットが、日本中、世界中で活躍する未来が楽しみですね。